YouTube ご覧の皆さん、こんにちは、ひこざいもです。この間の週末は久しぶりに友達と会って一緒に海に行きました。友達の車を止めたところは、その知り合いのヤスさんという人の家でした。そのヤスさんと知り合ってみたら、いや、とても優しくて面白い人のことだと気づきました。まず家の周りを見ると、もう猫とその最近生まれた子猫ちゃんがもういっぱいいることを気づいた。あと気づいたのは、家の周りを見るとものすごいかっこいいサーフボードがいっぱい置いてあった。ちょっと話を聞いたところでは、このサーフボードはなんとこのヤスさんがもうシェーピングしたりデザインもしてます。しかもこの板かっこいいね。じゃあここで作業はシェーピングもシェイプは古城で、うん、こっちはブラシの、あ、もしあれなら今書いてる途中の置いてあるんで、おおえすげえなめるじゃん。かっこいい、ま、かっこいいですね。ちょっとだけ、ちょっとだけなんかもっとこうドクロチックなやつが多くなかったでしたっけ昔は、ね、昔はそうなんですよ、うん、最近お店にあったやつ、大体そんなやつだったなと。あ、えぐいのとか、うん、多分そんな感じの時に書いてます。そんな、エロいの。で、これ途中って言って、はい、あと何を、あとは、レールに色を入れて、うん、こっちはもう終わったんで、うん、これが一応僕の、うん、トレードマーク。赤トレードマーク。これにして。全然別ルートの大久保ちゃんの後輩で。デザインディアス241。はい。これなんです。お。すげえトレードマークが。マジですね。うん。これ全部ちっちゃいスタジオでエアブラシで。はい、さっきのところで、はい、あとお客さんがこれ書いてくれとか、うん、嫌だったらその通りに。そういうのお客さんはその板を買って渡して、それでこれに書いてくれとかって言います。それから自分で、自分の板だったり、うん、新しいの買ってメーカーから来たりとか、うん、はい、ヤスさんはサーフボードのデザインはもう8年ぐらいやってて、もう結構いろいろスタイルも変わったり面白いのを書いてます。で、シェイピングの方は2年前から始めて、いろいろシェイピングしてみて、最近ちょっとチャレンジしてるのは最近の種類のサーフボード、エポキシーボードのシェイピングを試しています。エポキシーボードは普段のボードと比べて結構大変なものだそうで、しかも結果はね、板はもっと丈夫でもっと軽くて、とてもいいボードだけどシェーピングするのは難しいらしいで、まだ勉強中だと言ってます。しかももう結構たくさんのボード作って、そしてその上にこんなかっこいいデザインを描いています。まあ、エアブラシを使って、まあ、いろんなキャラクターとか煙のエフェクトとか、いや、とても細かい綺麗なデザインで、いや、本当感心しました。からこっちこれ、うん、穴埋めるでしょ。でもう一つ見せてくれたのは、もうサーフボードデザインの国際展示会で知り合ったクリスチャン・フレッチャーっていう有名サーファーの写真です。これどうやって知り合いました？これはインタースタイルの国際展示会、横浜の行って彼が来てて、うん、で彼はまあこのちょうどたまたまこの板のライダーで見に来てて、はあ、ただ僕の絵のボードを見つけて、はい、気に入って持って帰っちゃったって。いやーすごいね。じゃあそういう展示会も、まあ、行ったりたまに、はい、出させてもらってます。いやでもいっぱいすごそうなありそうですね。結構でも年に何本か、うん、はい、書いてます。30本、はい、とかな。すごい。で、今日入ります。今日入ります。はい。じゃあ俺も、はい、俺ね、全然運動してないし、で、電車で途中まで来たから、はい、今日はね、サーフボードじゃなくてブギーボードだけ持ってきて。ボディボード。了解です。まあ、運動神経悪いから多分そんな気合いとして。今日そんな気張る波じゃないんで。うん、そうですね。いやでも、いや、じゃあ後で。入りましょう。はい。はい、いや、しゅうさんありがとうございました。なんか。よろしくお願いします。はい。ヤスさんでした。ヤスさんでした。じゃあ俺、追っかける。はい。行きます。
使ってみたかった。海に入る前にヤスさんの家の中でいろいろそのサーフボードの作り方とかこのデザインの描き方の話を聞いたりいろいろ見せてもらって猫と遊んだりしてすごい楽しかったです。まあ、次 の, あの動画では前一緒に海に入った時どうだったのかって見せたいと思うんだけど今日はここまでで次の時はお楽しみに。はい、ピース。